暴動鎮圧を準備する、機動憲兵隊員広域地域圏、介入小隊機動憲兵隊は、フランス国家憲兵隊の警備警察部隊。国家憲兵隊の主たる、実施部隊の一つであり、日本の警察の機動隊に相当するような、集団警備力や多部門に対する増援として、用いられる。機動憲兵隊は、国家憲兵隊における歴史的不評隊の、 伝統継承者にあたる。起源は19世紀初めの対暴動鎮圧隊にまで遡り、1921年に現在の近代的な名称が与えられた。国家憲兵隊には、地方部で一般警察活動にあたる県憲兵隊や重要施設警備にあたる共和国親衛隊、富津本土街で活動する国外派遣憲兵隊など地域、 機能別に様々な部隊が設置されている。機動憲兵隊は、これら各部隊の管内で、雑踏警備や暴動鎮圧のように、通常の体制では、人手不足となる任務が生じた場合の増援部隊として投入される。県憲兵隊と違い、金色の階級賞を用いるため、ジョヌと呼称される。これはフランスでは、伝統的に不評化を示す。 人員輸送車 VBRG 送輪走行車、機動憲兵隊は約1万7000名の人員を要し、108個機動憲兵中隊に編成している。上位組織として機動憲兵軍が設置されることがあり、これは4から7個中隊を霊下に持つ。なお、GGM の番号は下記のようになっており、例えば、レンヌの GGMI-3 は、 第3管区の1番目の軌道憲兵軍であることを意味している。また M の番号は下記のようになっており、例えばメゾンアルフの M24-1 は第1管区の2番目の軌道憲兵軍の4番目の軌道憲兵中隊であることを意味している。通常、中隊長には 憲兵隊員が捕食されており、約120名が4個不評招待及び1個、騎兵招待に編成されている。不評招待のうち1個招待は、スワットとしての訓練を受けた、介入招待とされている。最初期には、コマンドー分隊、1981年以降は、軽介入分隊とされていたものを、2001年以降、招待規模に拡充して、 中隊の先見部隊や強行犯対策として運用するものである。通常、核、M には、イベコ社製の人員輸送車2両とルノー B110、無線車1両が配備されている。また、気候憲兵軍の M は、VBRG 走行兵員輸送車や9 0ト、mm、ル低圧砲搭載の VBC-90、火力支援車などの走行戦闘車両を運用している。また、 2004年にトゥールーズの機動憲兵軍に設置されたのを皮切りに広域地域権介入招待の編成が開始された。これは32名で編成されており、機動憲兵軍の直轄下でパイでは対応困難な事案に対処する。またパイ 2G でも対処困難となった場合には国家憲兵総局直轄の治安介入部隊が出動するが、この場合はパイジーは 議員の支援に当たることとなっていた。その後、フランスメトロポリテーヌに6個体、海外県海外領土に7個体を配置する体制が整備され、2016年には議員文献隊と解消された。なお、予備役部隊として、機動憲兵予備中隊がある。これは大規模事案や県憲兵隊の応援任務、以外で招集されることは許されていない。ありがとうございます。